全部の力出し切れて、最後まで笑顔でやれて、本当に楽しい高校野球だったと思います。諦めかけた汚れてるユニフォームを見た。僕らが過ごした日々は舗装された道じゃない。きっとこの涙は駆け抜けた日々も笑顔も汗も血も道しるべになる。今未来への消えることのない、それぞれの奇跡をたどって、はいはい、お疲れ様でした。まあな、残念ではありますけれども、3試合を応援してくれる方々に、見ていただいて、先生、絶対接戦なる、リオ太郎、やっぱり必ずなる。で、そこがやっぱり取れるかどうかが本当のその、日本の何て言うの、高校野球の、そういったトップを見れるかどうかな、そこの分岐点だから、いいのよ、3試合を通じて、守備でな、たくさんピッチャーを助けてくれる、まあ、これは一期生たちのチームの、まあ、伝統までまだ行ってないけれども、お前たちがこう引き継いでくれて、ベストゲームが、できた。これはもう見てる人が分かってた。うちの保護者さんだけじゃなくて、見てる人がこのチームはどっか違うな、本当は今日取るのが一番良かったんだけれども、やっぱりそんな甘いもんじゃん、甘いもんじゃん。だけどお前らがスタートから考えたら、まあ先生から言わせたら、よくここまで来てくれた一期生たちのチームに、本当に、
追いついてくれて、場面によったらちょっと追い越す場面もあって、な、まあ、ここまで来てくれたことには先生も満足してるし、感謝もしてます。だからやっぱりな、これを 1,2 年が引き継いでくれんといけない。 1,2 年がな、本当に、まあ、3年間お疲れさんでした。本当に今までたくさんのサポート本当にありがとうございます。本当に3年生が最初全然引っ張れなくて、それでも2年生だったり試合の中でとても助けられて、本当に最後まで1年生も2年生も一緒に戦ってくれて、たくさんサポートしてくれて本当にありがとうございました。と3年生のみんな、本当に自分だけではここまでみんな向かってこれなかったし、このチームでともっとまだ野球したかったけど保護者の方にももっと試合見てもらったってもらいたかったけど、全部の力出し切れて最後まで笑顔でやれて本当に楽しい高校野球だったと思います。先生方、コーチの皆さん、野球だけでなくたくさんの場面でいろいろなことを教えてくれて、本当に叱ってくれて、ここまで成長させてくれて本当にありがとうございました。2年生の皆さんと今までの経験を自信持って、これから自分たちらしく笑顔で戦っていきましょうと思います。本当に今までありがとうございました。今流れ出す駆け抜けた意味も争って涙を流したあの日も、今未来への耐えることのない、それぞれの夢に向かって、そう、やっぱりその入りがとても良くて、すごくいい雰囲気だった、いい雰囲気で試合ができて、最後まで笑顔でやりきるっていうのをテーマに試合やったんですけど、みんながスタンドの応援していただいている方々もしっかりみんなが一つとなって最後まで笑顔で戦えたと思いますし、本当にみんなが自分の力を出し切ってくれて、本当にみんなには本当に感謝しかないですし、本当にこの3試合というこの大会が本当にすごく楽しくて、いい思い出というか本当にいい試合でした。自分がキャプテンとしてやってきたけど、やっぱり自分だけでは本当にやりきれなかったと思うし、本当にみんながいてくれて本当に助けられた部分もあって、本当に自分が試合で引っ張れなかったら他のメンバーが引っ張ってくれて、本当に2期生でよかったと思うし、本当に最後までこのメンバーで戦えて本当に嬉しかったです。行け行け